5月6日、宇都津町にある宇都津神社で第20回宇都津文化財祭りが開催されました。これは市民に文化財や文学を身近に感じてもらおうと毎年開かれている催しです。祭りでは普段は見られない36箇泉楽の特別公開などさまざまな催しが企画され、市内外からおよそ1000人が訪れました。開会式の後、祭り20回目の開催を記念した棒の手が披露されました。棒の手とは棒や太刀などを使う武術的な民族芸能で、愛知県の尾張と三河の旧国境を中心に多くの流派が伝承されています。迫力ある演技で会場を沸かせました。次に国内外に活動の場を広げる和力の皆さんが伝統芸能の演舞を披露しました。和楽器の幻想的な音色で来場者を魅了しました。棒の手の演技や伝統芸能の演舞のほかにも、春日井文化財ボランティアの会による文化財をガイドするツアーが行われました。伐採して鶴もみんな取ってくれて、これが天狗岩なんです。天狗岩、市指定の有形民族文化財お前台や県指定文化財の庭園すみれ塚などの解説がされ、訪れた人は興味深そうに話を聞いていました。心の綺麗な方は神さんが来る。そう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 。神様見えた？神様見えた人がいるよ。天狗ってすいません、どっち向きに？こっち向いてる。こっち向いてるね。うつつの豊かな自然を肌で感じながら、皆さん熱心に歴史について学んでいました。この人も俳句仲間で、俺が死んだ時はここに句碑を納めてくれって言う。茶は同じかに。普段見ることのできない柿の本の人まろや木の貫之など36人の歌人と歌を描いた36箇泉楽が特別公開されました。貴重な機会とあって来場者は作品に見入っていました。これにはね、藤原のお気に入り順にずっと18にここまでお題の君という言い方で言われてます。すぐ話を本殿の中で聞かせていただいて、はい、ありがたくお話聞かせていただきました。初めて来たので、はい、新鮮で、自分の知らないこと見たり聞いたりできたので、はい、もうそのためになりましたね。いや、初めてなんです。春日井市に住んでてもう初めて来ました。それで素晴らしい、静かでね、もう本当にいいところじゃないかなと思いましたけどね。京都とか奈良とか あちこちお寺とか神社回ったりもしたんですけれども、春日井市内にもこんないいところがあるんだなって初めて知って、皆さんにも一度見てもらいたいなって思いました。天狗岩とかいろいろそんなの初めて説明を受けて、もう本当に感激しております。素敵な一日を過ごせて、ね、ありがたいと思っております。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。他にも茶会が開かれ、親子で風情を感じる姿が見られました。次回の春日井市政でよりは市政75周年記念式典をお送りします。ぜひご覧ください。